はいどうもラスです。今回はですね、Windows 10で便利な付箋を使うことがですね、できますので、これをね使ってメモ代わりに、することができますので、仕事とかね、なんか作業のメモを取るときにこの付箋アプリっていうのを使うと役に立ちますので、今回ご紹介しておこうと思います。ちなみに私のチャンネルではですね、こういったパソコンの便利な使い方をですね、皆さんに日々シェアしていこうと思いますので、よかったらですね、皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではですね、付箋アプリなんですけれども、左下の、スタート、こちらからですね、この付箋の、ハ行に行ってもらって、この付箋っていうのをですね、左クリックするとですね、付箋アプリが、起動します。でですね、この白いやつが、これがメモを管理する、ウィンドウですね。ここにメモをですね、書いていくことができます。なのでここでですね、なんかそうですね、まあ、例えば A さんに、資料を提出するとかですね、まあ、メモを作っておくと。で、これ閉じるとですね、一応こっちには残るので、こっちをダブルクリックするとですね、またそのメモが立ち上がりますので、何かね、また追加するときは、例えば13時までにとかね、なんかこういうのを追加して、また閉じてですね、で、メモをこうやって見るようにできると。で、いらなくなったらですね、このメモを削除、ここの点点点のマーク、左クリックするとメモの削除、できますので、これでね、削除するとメモが消えます。ってな感じで、付箋をね、使ってみるとかなりね、これは便利かなと。この付箋アプリね、Windows 10で標準でついているので、めちゃくちゃ便利なんで、ぜひね、使ってみていただければと思います。でですね、もうちょっと便利な使い方ですけど、さっきのですね、付箋のところまで行ってもらって、これ右クリックしてもらってですね、で、その他で、タスクバーにピン止めするっていうのが、その他から選べますんで、これ左クリックして選択するとですね、このここにですね、黄色い付箋のアプリがいつでも呼び出せるようになるので、これをですね、左クリックすると、またね、ここからもうデスクトップから、すぐね、メモ付箋アプリが起動できますんで、これね、結構便利かなと思います。あとはですね、ここを右クリックするとですね、いろいろここで新しいメモを作ったり、メモの一覧出したり、あと設定をしたりですね、あと全てのメモを表示する、全てのノートを表示にするっていうメニューもありますので、皆さんぜひ使ってみていただければと思います。はい、ということでですね、今回は Windows 10の標準で使える付箋アプリ、メモアプリですね、これをご紹介させて、いただきました。今回の動画がですね、少しでも何か役に立ったなと思ったら、いいねボタンをいただけると、嬉しいです。今後もね、このような便利な動画を作っていけるように頑張りたいと思います。では、今回はですね、これぐらいで失礼いたします。どうもご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。